はい、大島愛子です。今日は、ミモザサラダを作りました。出来上がりがこんな感じです。では、いただいてみたいと思います。やっぱりね、良質なタンパク質を、筋肉を使ってる人とか、頭を使ってる人とか、皆さんにね共通して言えるのは、良質なタンパク質を食べることです。良質なタンパク質ね、鶏肉だったりとかいろいろあるんですけど、私は、ゆで卵がおすすめです。カロリーもね、やっぱりゆでてあると低く抑えられます。でも、カロリーだけ気にしてても美容健康両方ね欲しいですから。で、私がおすすめするのはオリーブオイルとごまドレッシングです。今ねこのね、コープさんのごまドレッシングね、ごまの配合率 15% アップだって。なので買ってみました。そしてこちらオリーブオイルね、体スカスカになると嫌だもんねたっぷり、ほんとたっぷり。1日ねやっぱね、どれぐらいかな、 90cc ぐらいはほんとは取りたいですよね。そしてごまドレ、ではいただきます。ごまドレとオリーブオイルのいっぱいのところ、ゆで卵をね網でやっぱり潰したので口触りが滑らかです。これだと一皿食べられちゃうかも、一人で。それではまたね。止まんなくなっちゃうので、そろそろバイバイ。これもキャンプ飯にいいかも。